モーリス・ド・サックス・ロクールの戦いは、オーストリア継承戦争中の1746年10月11日、フランス王国軍が、リエージュ近くのロクールでオーストリア、イギリス、ハノーファー、オランダの連合軍に勝利した戦闘。フランスの勝利ではあったが、フランスのモーリス・ド・サックスが期待したほどの決定的な勝利にはならなかった。モーリス・ド・サックス率いるフランス軍は、 フランドル地方の侵攻をほぼ終わらせ、次にネーデルランドを脅かしていた。国事少将を支持する同盟軍は、カール・アレクサンダー・フォン・ロートリンゲンを司令官とし、サー・ジョン・リゴンガーはイギリス軍を率いた。同盟軍はリエージュ近くに布陣し、バルデック港を率いるオランダ軍がリエージュからロクールまでの左翼に、イギリスとハノーファー軍が、中央にオーストリア軍が右翼に位置した。 ロクールの戦いの地図フランス軍は同盟軍左翼、リエージュとロクールの間にいるオランダ軍に集中して攻撃し、数で大幅に上回ることもあり3度目の突撃で撃破した。オランダ軍はイギリス軍とハノーファー軍の後ろへと撤退した。フランス軍がだんだんと前進するにつれ同盟軍が後退した。同盟軍右翼のオーストリア軍はフランス軍から攻撃されることなく、 自ら前進してフランス軍左翼を攻撃することもなかった。リゴンアーの騎兵とイギリス、ハノーファー、オランダ不評の一部は後衛として撤退する同盟軍をフランス軍の追撃から守った。フランス軍は勝利したが同盟軍も撤退に成功した。フランス軍はリエージュを占領した。ロクールの戦いはサックスの三つの対象のうち二つ目となった。 フランス軍は勝利した直後にリエージュを占領し、戦争の終わりまでにオーストリア領ネーデルラントにおけるオーストリア支配を瓦解した。ありがとうございます。